これは私たちが共に作った物語。物語は終わりを迎えるけど、残された記憶も、届いた感情も消えたりしない。それは後世の鍵として、人々の記憶の中に、未来永劫存在するの。例えば、このタイムカプセルを開けるたびに、私たちは、 キアナカスラナという女の子に再会できる。あの時の彼女は、まだ世界のことをよく知らなかった。そして彼女が選んだ道には、来たるべき困難や逃れられない運命が待っていることを私たちは知っている。でも、何より大事なのは、その後、 彼女は世界で最も美しいものに出会うということそう愛という宝物にあっ <noise> メイ先輩からだ。 <laughs> そうだよね。新しい仕事、あっという間に始まっちゃう。でもその前に。 何か足りない気がする。あ、そうだ。こうして、次はこう。よし、これで行こう。キアナ、出撃 We'll be right <laughs> back.